会場にね、フリーメイソンいるでしょ。もともとね、フリークオーディン職人ルームの末裔なの。日本でもね、藤原を尾辻、だから結局ね、世界中の人たちはうちのこと分かってる人が割といるわけ。そういった人たちはね、まあほとんどね、ほとんどが大陸残留藤原家なの。今何人種だっても、ね、今何民族だっても、その根血によるものだから。今何国人だっても、それは今そういうところの国籍だったりするで。元は日本先住民、ヘルメス・エミシなの、実は。ね、世界中の残留人ですよね。先祖はね、どういうふうに根血なさっても、その家は覚えてたわけ。根血はしても覚えてるわけ。覚えてない今、どんなにかれたら、一族を離れ、都会に出たりした。別の国に移住してるうちに分からなくなる。そういう類型がある。それの人たちも、もともとは、全部うちの大細胞、うちの子供たちと、まあ、言うで言えば、うちの大細胞があなた方により改変されてしまったもの。だから人間以外もそれだよって言ってるんですよ。だから、世界中のその藤原たちがね、どんな顔の色でも、どんな肌の色でも、どんな唇でも、どんな目でも、どんな眉毛でも、世界中の藤原たちが、自分のことは藤原であるって自覚なさってる方々が、時々、尾辻末裔の方を見つけて、あ、朝朝って、何やってまんねんって、教えながら、鍛えばし、うちも鍛えてもらいました。ね。で、結局、今の時代に繋げたわけです。だから、基本、心配なさらない。あなた方が忘れてるのは、あなた方が、先祖の土地を離れ、で、一族から離れ、で、都会に働きに出た人たちの子孫だからよ。だから、根血とかね、有事よりも、根血してなくてもかもしれないけど、人種とか民族とか国籍とかよりもね、あなたの、今、あなたの家は覚えてますかっていうものが、一番、この時代に必要なわけ。で、それもね、不平等を含まれてるから、あなた方はその時に確かに一族を離れたという決断が原因だから、その原因によって得られたものを、不平等を含まれてるのは、ちょっと、かっこりとやっと、通るとこと通らんとこだね。その分だけ通るとこと通らんとこ。ほら、その分ばっかり通るとこにしたらやめて、一族が忘れなさいみたいな、戦争とかね、宗教とか、身を通してた。最後もなしよね。だって一族の物語なんだもん。拡大版。血筋の物語、遺伝子の物語なんだから。ね、あなた方の遺伝子は、あなた方の遺伝子上の父母がおるんだから。ね、その本質を無視して、カルトや、ね、宗教や政党のその中でも、その、血筋、遺伝を重んじない考え方、身を通しても、それは最後後悔するわね。遺伝子が泣くから、そんなもの。自我が憑依して肉体の遺伝子を台無しにしてるっていう解釈をされた時に、この解釈がめちゃめちゃ強力でしょ。あなた方はそこでもう立ち止まざるを得なくなる、ね、恥ずかしい運じゃなくて失敗した乗っ取り損なったっていうふうに思う人すらおるぐらい汚らわしいことかもしれない。皆様方がどんなに綺麗事でどんなに隠蔽していたとしても本質汚れた声かも。汚れた人の肝細胞になるいうこと、非常に汚らわしいことかもしれないでしょ、ね、そういうことに気をつけながら自分が今どんな人物であるかをちゃんとね分析できないと大人じゃないしね、大人じゃないしって、ね、